はい、富龍です。今日はですね、腹筋トレーニングサーキットメニューを組んできたので、ぜひ一緒にやっていきましょうということで、今日は外側ですね、腹直筋もちろん鍛えられるんですけど、この外側のちょっとこの細かいところ、はい、ここが鍛われる腹筋トレーニングを、まあ、全体の腹筋が鍛えられるって思ったらいいと思います。はい、特に初心者に優しい筋トレメニューになってるんで、ぜひ取り組んでみてください。やっていきましょう。タイマーつけます。今回はですね、この腹直筋ではなく、この横っ腹の部分ですね、この細かいところを重点的に鍛えていくトレーニングメニューを教えていきました。特にツイスト系が多かったんですけど、ここら辺が気になるっていう方はぜひ参考にして生活に取り入れてみてくださいということで、ありがとうございました。